皆さんこんばんは。こちら撮影したのがね、1月5日のね、夜の11時ぐらいかな。石川県のね、地震に、お世話になってる会長やね、たくさんの皆さんのね、支援をいただきね、向こうの方々のね、許可をね、しっかりもらい、東京からね、進んでいくということで、めちゃくちゃね、遠かったですね。途中ね、パーキングにね、結構寄りまして、結構ね、途中はね、警察の方やね、救助のね、何度も通りすがりね、もっと早く出したかったんですけど、ちょっと俺もね、年明けずっと風邪ひいてまして、今もちょっと鼻声なんですけど、まあそんな感じでね、道中コーヒー飲みながら、しっかり寝ないように眠気覚ましながらね、雪とかもあってめちゃくちゃ寒かったですね。まあちょいちょいこうパーキングに寄りながら、本当ね、まあこれですね。でこのご飯とかはもう夜やってないんで、ちょっと声も一発撮りなんでね、皆さんちょっと現地のね状況とか、今はねだいぶ少しずつね復興してるんですけど、このリアルタイムでこちらサムライエナジーも飲みながら進んでいくんですけど、もうねすっかりね外もね着く頃には明るくなってるんですけど、まあどんどん進んでいきます。なんかこれ綺麗だったね、この工場。まあそんな感じで進んでいきます。まあ、そしてこちらね、お腹空いて、なかなかコンビニとか夜やってなくて、デイリー山崎さんで、まさかのね、こちらだけ揚げたてのね、これがあるということで、ちょっと腹ごしらえしてどんどんね向かっていこうと思います。で天気もねこの日悪くてめちゃくちゃ寒かったね。そしてまず到着しましてね、必要なものを全部石川県の方から教えてもらいね、準備して金沢駅は震災の被害はねそんな全くなかったんだよ。そして出発していきますね。そして俺らも聞いてたのは、なんか一箇所に降ろしてなんか終わりだって聞いてたんで、午前中終わらせて午後に帰ろうと思ってたんですけど、まさかねそこから3日間泊まることになるとはね、誰もね予想もつかなかったですね。もう道もちょっとねこれちょっと割れて、家とかももうこんな感じなんですけど、行った人にしか分かんないし、まあ言う人もいろいろいるんですけど、まあ俺らはねしっかり現地に行って、まあ俺はアーティーなんでね、現場でしっかりね、まあ9割の方がお年寄りだったんだけど、しっかり笑顔をね届けてね来たかなって思ってますね。そしてどん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 進んでいくんですけど、もうね、でこちらね現地でいろんな方と合流してしっかり運んでね届けていくということで、まあこちら公民館にねまず到着しましたね。おじいちゃんおばあちゃんのね声はねめちゃくちゃ嬉しかったですね。持ってきましたよ。ありがとうございます。頑張ってくださいね。本当に1000万ぐらい買ってきます。そしておばちゃんからね来てくれて、もう泣きそうだお兄ちゃんって、カレーたくさん作ったから食べてきなってね、本当にね愛を感じましたね。めちゃくちゃ美味しかったね、最高です。そんな感じでさらに奥に住んでてもひどいっす、正直もう言葉がね出なかったっすね。でまだ困ってる人がいるということでね、どんどん現地の方に教えてもらい進んでいきます。もうねなんて声をかけていいか分かんないんですけど、このままねもうすごい道が、もう全部崩壊してますね。家もう道路の方までねこう来て、もう電柱とかもね全部倒れてみたいな感じで、まだまだね奥に進んでいくんですけど、でなんかやっぱり若者のね方がねめちゃくちゃ少ないっすね。本当にそれがイメージですね。俺の言ったお年寄りの方がたくさんで、こうどんどんね必要な場所に必要なものをねしっかり運んでいきます。まあ、今は時刻がまだ2時半ぐらい、まあ、出発したのが夜中の11時で今2時半で、まだまだねここからねいろんな場所に行くんですけど、
まあ、一番ねあの被害がひどかった能登半島、まあ、そちらの方も行ってきたんですけど、もうすごかったです。正直こうやってみんなで運んでいきますね。本当に現地の方にねリアルタイムの声で感謝していただきね、なんかこんな当たり前に生きてるっていうのもねないから、この当たり前なんかないこの状況をね目の前で目の当たりにして、俺もねいろいろね考えさせるあれ旅っていうかあれになりましたね。まあそんな感じでどんどんこんな感じでいろんな場所にね置いていって、おじいちゃんおばあちゃんをねしっかり笑顔に笑わせてね行ってきました。でそんな感じでひたすらね救助隊の方がねサイレン鳴らしてずっと来てましたね。そしてさらにねどんどん奥の方にこれからね向かうんですけど、まあいろんな学校とかこういう全部欲しいものに置いて行ってますね。まあ、そんな感じでね、石川の皆さんファイトですとね、俺のねサインもね飾らせてもらってね、まだまだねここからちょっと夜もうだいぶ暗くなってくるんですけど、ここからね先ほども言った能登半島の方にねちょっと行ってくるんですけど、まあね何がね一番やばかったかって言ったらね、この後能登半島に行くんですけど、俺らがね能登半島に物資届けた10分後にはあれなんですよ、見てくださいこのインディージョーンズみたいな、もうすごい道なんですけど、俺らが物資届けた10分後に震度6弱の地震来たっていう、もうこれもしかしたらね俺らもね命を落としてたかもしれなかったですね。いろんな人からね、まあ、電波なくて携帯繋がんなかったんだけど、電波繋がった瞬間にいろんな人からメッセージとかね LINE とかすごかったですね。もうこちらですね、こちら抜けた10分後にはもうすごかった。これが能登観光ステーションなんだけど、そしてねなんとか無事生きて戻ってきたんですけど、で帰ろうと思ったらね次の日はね雪が高速もすごくて新潟とか吹雪いて、まあ、全然ね帰れなくて、まあ、新潟に泊まることになるんですけど、まあ本当にまだね次の日もこれまだ支援がね届いてないということで、しっかりお手伝い俺にできることをしっかりして、うん、これ雪でもうこれがやばくてもうこの日は帰れなくてね、まあ、そんな感じでねもう雪でももう2度死んだっていう感じで、もうこの旅でもう2回もう死んだようなもんです。めちゃくちゃ命のねありがたみをね実感しましたね。まあ、そんな感じでねまた YouTube の方も更新していくんで、皆さんご視聴の方ね本当にありがとうございました。